something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what I bought. Lying, lying, nothing in your core, buying, buying, yeah, what for, but do what I need to, always sure, something. 瀬戸康史より動画を投稿しない男。はい、どうもひろきです。動画撮っていきます。ちなみにここは、自宅でございます。自宅にスタジオを作って、撮影しています。って言っても1年半以上前にこう新しくお家引っ越してきてこの環境を作ったんですけども、1年以上越しに撮影しています。はい、今ね、こうやって撮影スペースがこうあって、スイッチング一つで、SSD が見える。スマホが見える。はい。手元が撮影できたりする、この撮影環境、照明があってとか、マイクがあってとか、作って、で、これテーブルバーって横に長いんですけども、このままズズズズってこうずれていくと、パソコンがあって、編集とか、いろいろできるっていう、書斎スペースにもなってるっていう場所を作りました。この壁紙とかも自分で頑張って貼りましたっていう場所で、やっていきますのは別にいいんですけども、めちゃくちゃやばいテンション上がるアイテム最近買ったので、それをね紹介したい。だって見てこれ、ショット入浴シティって書いてあるんですけども、ニューヨークのレザーブランドですね、ショット。そしてコンバース、ここにショットのスタッツですねの星、はい、ショットといったらワンスター、コンバースといったらワンスター、その2つが合体っていうところで、やばい、これはやばい、激アツ。もうね、情報出た時からすげえ楽しみにしてて、発売と同時にポチりましたね。でも完売まで2、30分かかってた感じだったので、まあ、割と手には入りやすかったアイテムなのかなって思います。今、こう市場に出てる価格もそこまで高くはなってないので、今回見ていいなと思った方は買ってもいいんじゃないかなって思います。ちなみに買った購入金額は3万円弱ぐらいだったかな？はい、です。オープン！はい、かわいい。はい、かわいい。ワンスターです。見ての通り、ワンスターです。そして、ほらもう、アッパー見てわかる通り、写真のレザーですよ。で、くるっとすると、はい、かわいい。ここに、チップついてます。まさに、ワンスター、2つのワンスターが合体したモデルでございます。見ていきましょう。はい、基本的なデザインはもちろん、コンバースのワンスターですが、このアッパーですよね。なんといっても、ほら、このしぼ感。この写真のレザー、この星の部分とか横から見るとこう、断面が見えるでしょう。これがたまらん。こことかね。で、クロステッチ。この角度とかによってこう見えてくるこの感じ、断面が。いや、これがたまらんっすね。素晴らしい。このレザーっていう感じが一撃で伝わってくるこのデザインが。一目惚れしました。まあそして何よりもこれですね。なんだこれ、どうした、やばいでしょう、かっこよ。でここにはちょっと見づらいんですが、ショット USA って書いてあって、ちゃんとねここの部分はショットのレザーアイテムになっています。でどうなってるのかっていうと、こう1枚の革に穴が開いてて、で紐でこれついてます、ここなので、紐ほどけばこれが取れて普通に結ぶことも一応はできます。はい、
まあ、わざわざこれを買ってそれをするのかって言われると何とも言えないんですけども、まあ、一旦そういったものにはなっています。いや最高ですね。でオールスターコンバースで、中にはコンバースのロゴですね。でヒールのパッチ見てみましょうかね。はい、ヒールのパッチはこういった形になっています。ラバーですね、ラバー製で、コンバースオールスターチャックテーラー星が1個のシンプルな白黒のデザインになっています。秒でねここ削れていくんですけどね、悲しい。まあ、本当に気にする方はここの辺ねこう修具みたいなので固めたりするのかもしれないんですけども。でもう一つ細かいポイントがあって、このじゃあ右足の中を見ると何やら文字が、はい、50周年アニバーサリーと書いてあります。これがコンバースのワンスター50周年記念ということで、この印字があると。左側には何が印字されてるかというと、111周年ですね、アニバーサリーっていうことで、ショットの創業から111周年、111ですねの記念すべき年だよということで、お互いこうコラボしてるっていう形になってます。はい、では全体の細かいディティールを見ていきましょうかね。まあ、基本的にソール部分は普通のワンスターなのかなと思います。まあ、久しぶりに買ったので何か違いがあるのかはちょっと判断しづらいんですけども、自分にはまあそのままなのかなという気がします。オールブラックっていうところで、で今回に関しては何よりもアッパーですよね。このちらっと光の具合によって脂肪がね見えてくるのがたまらん。そしてこのステッチ黒でね、これ履き込んだらどういった表情が出てくるのか全然想像できてなくて、これどうなるんだろうな。でも意外とこれなんだろう、合わせやすいのではないかと思ってます。自分の場合撮影とかでもねガシガシいろんなスニーカーとか履いちゃうので、もうここがパッキパキに割れるんだろうなっていう未来が若干見えてるんですけど、もう、まあ、気をつけて履けようって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけどもね、割と自分ガシガシ履いちゃうタイプなんで、どんな靴でももうこの子もねめっちゃ履き込んでいってあげたいと思います。はい、細かいところをちょっと見ていきました。実際に履いた時どういう感じ雰囲気なのかなっていうところはちょっと後日履いてみたいと思うので、その動画を今この後流したいと思います。実際に履くとこういった雰囲気です。Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what I bought. Lying, lying, nothing in your core. Buying, buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what I bought. Lying, lying, nothing in your core. Buying, buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax.Suited it, nah, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money, but yeah, more tax. But suited it, nah, don't worry about that. Flexing, yeah, but your soul is empty. Dripping in diamonds, Fenty. Dripping in vibes, got plenty. Got the technique, yeah, like Jet Li. Ow, one little chop like pow. One little hit like wow. Living for the now, live for the sound. Nice for the dollar, but I'm making a pound. Yeah, worry about that. Nah, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. Like, nah, don't worry about that. Something, worry about that. Nah, don't worry about that.Something real.
something wrong, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, lying. はい、いかがでしたでしょうか。自分はね、ちょっとまだ履いてないので、今から履くのが楽しみっていう状況ではあるんですけども、気になった方はぜひね、購入してもいいんじゃないでしょうかね。なかなかこの感じってないと思うので、唯一無二な感じで、靴を探しているという方は、チェックしてもいいんじゃないでしょうか。あとはね、女性とかもね、いいかと思います。なんか、スカート、プリーツスカートとかから、なんかこれが出て、ね、足が出てきてると、すごい、可愛く見えるんじゃないかなとかは、個人的には思ったりします。なので、男女問わず、可愛く、かっこよく履ける靴なんじゃないかなと思います。やった方は、ぜひチェックしてみてください。ひろきでした。じゃあ。